ディザスターピースの芸名で知られるリチャード・ブリーランドまたはリッチ・ブリーランドはアメリカ合衆国出身の作曲家主にチップチューン等の電子音楽の楽曲を手掛けている子供時代のブリーランドはドラムに魅了され KF が音楽監督をしていた教会の地下室でバンドの練習に勤そしみ高校時代にはギターを弾き始めた17歳から18歳だった2004年に 音楽制作を開始、大学時代からはゲーム音楽の制作も始め、はじめ2009年にハドソンから発売されたゲームソフトボンバーマンライブバトルフィストではインターンシップとして参加し楽曲を提供した。その後、2014年公開の映画イットフォローズで初めて映画音楽を手掛け、2016年には劇場で行われたダンサーチームによる演目、 マットウォーター用の楽曲を制作するなど活動の幅を広げている。影響を受けた作曲家としてゲーム音楽の三田康則と近藤浩治、映画音楽の演技を盛り込んねとバーナード・ハーマンの名前を挙げている。ありがとうございます。